日本の高速道路。日本の高速道路では、日本の高速道路について説明する。一般的には、高速道路や段に高速と呼ばれる。高速自動車国道の道路名では、高速道路や自動車道のように故障される。個別の路線名については、道路名と路線名が異なる場合がある。具体例は、以下の通り。高規格幹線道路の路線名は、 自動車道という路線名になっているが、これは道路運送法に基づく自動車道ではなく、道路法に基づく道路である。これは国土開発幹線自動車道建設法制定の際、国土開発幹線自動車道を建設証書間の道路とするか運輸証書間の自動車道とするかの結論が出ず、結局後の高速自動車国道法によって道路であことが規定されたという経緯による、 高速道路の故障が用いられるのは、東名高速道路、新東名高速道路、名神高速道路、新名神高速道路のみであるが、これは、両道路の計画、建設の進められる過程で、広く民間において、高速道路の通称が使用され、命名の時点で一般に、最も定着しているという歴史的な背景を考慮して、例外的に採用されたものである。ただし、 中央自動車道も最初は中央高速道路だった。また、新東名高速道路は東名高速道路に、新名神高速道路は名神高速道路に合わせた特例。日本での高速道路の公式な英語表記には、エクスプレスウェイ、略記、エクスプレスウェイ、エクスプレスウェイが用いられるが、一般的には、ハイウェイ、ハイウェイが使われる。もともと、米国で、ハイウェイは、 幹線道路という意味であり、一般国道を含めた国道や主要地方道等の主要道路全体を指す。日本の高速道路は幹線道路としての機能も有するため、ハイウェイというカテゴリーの道路の一種であるということもできる。2017年2月14日に一部改正された道路標識、区画線及び道路表示に関する命令が施行され、 高速道路番号の標識が新設された。高速道路番号の考え方は、2016年9月に国土交通省道路局が設置した有識者による高速道路ナンバリング検討委員会が取りまとめた高速道路ナンバリングの実現に向けた提言に基づいていこれによれば、以下のルールに基づいて高速道路にナンバリングが行われるべきとされた。 法令上の高速道路の定義についてはいくつかのものがある。道路構造例で第一種、第二種に区分する道路が高速道路であるが、例外的に第三種第一級の道路を出入り制限して自動車専用道路に指定している道路もある。高速道路は以下の条件を満たす必要がある。また、高速道路の通行条件は以下のようになっている。日本の高速道路には 以下のものもがある。高速道路の種類や建設方式が複雑化した背景として召喚の利害対立や建設費用の捻出方法の違いなどが挙げられる。日本国外の欧米諸国では第二次世界大戦以前から高速道路が走っていたが欧米に比べ自動車の普及が遅れた日本では高速道路の建設自体が相当に遅れて始まった。 高速道路建設の着想自体は、実業家の菅原通彩が1929年、昭和4年に、東京大阪間に306マイル64チェーン、約493キロメートルの自動車、専用舗装道路を、事業費8、0円、当時で建設し、民間で運営する構想を打ち出したのが最初である。この、日本自動車道株式会社計画は、道路運営会社自体も、 旅客、貨物輸送、バストラック運行を行い一般の自動にも有料通行をさせるという鉄道事業と有料道路事業の接中的構想で計画書も当局に提出されたが、自動車が一般に本格普及する以前の時代で不況とそれに続く戦時体制によって全く実現しかった。日本で初めて高速道路構想が持ち上がった。 この頃の戦前の道路計画では、弾丸よりも、速く走れるという意味で、弾丸道路と呼ばれていた。東海道新幹線の原型となった鉄道が、弾丸列車と称したところから命名されたものである。ドイツのアウトバーンに刺激され、1938年、昭和13年頃から、高速道路である自動車専用国道の議論が始まった。1940年、 昭和15年には内務省により東京下関間の高速国道の調査が始めら19、1943年昭和18年に全国自動車国道計画を策定した。計画によれば、北はカラフトの国境端から北海道の湧かない札幌函館、間、本州は青森下関間を太平洋側と日本海側でそれぞれ結び、九州では 文字福岡長崎間まであり、総延長は 5490km、設計速度は平坦部が時速 150km、丘陵部が時速 100km であった。国防上の要請もあり計画されたが1943年、昭和18年、選挙区のために最優先区間とした東京、神戸間の調査も打ち切られた。 敗戦後の日本復興のために奔走した田中誠一と田中角栄の二人の活動は日本に高速道路を誕生させる大きなきっかけとなった。沼津出身の実業家である田中誠一は1947年昭和22年に国土改造計画の中心的命題になった国土の普遍的開発の具体策として国土開発縦貫自動車道構想を起案し、 この構想は当時の国会議員らをも動かし、高速道路建設を実現する原動力となった。田中角栄は戦後の日本の道路整備の方向性を明確にし、後に総理大臣になった政治家で特に1953年、昭和28年に、既発油税を道路特定財源とする法整備を推進し、道路整備の安定的な財源確保の大きな支えとなった。 日本における高速道路の本格的な実現は昭和30年代の高度経済成長期に入ってからでモータリゼーションを背景として大都市間を結ぶ幹線高速道路そして東京をはじめとする大都市内の都市高速道路が急ピッチで建設されていくようになるこれらは国家的施策として計画が立案され 日本道路公団に管理を委ねる形で21世紀初頭まで引き続いて高速道路網の整備が促進され続けた。その進展とともに日本の貨物輸送の主力は従来の貨物列車からトラックによる自動車輸送を主軸とするようになっていった。日本国政府が高速道路建設の実現に向けて世界銀行に融資を求めた際に1956年 昭和31年に来日したアメリカ合衆国のワトキンス調査団から日本の高速道路実現の是非について提出された報告書、通称ワトキンスレポートの冒頭の内容は当時の日本の道路事情の劣悪さを通列に批判するものであった。ワトキンスの発言に刺激された日本国政府は翌年の1957年昭和32年に 高速自動車国道法を制定し、これまで鉄道優先としてきた陸上交通政策から高速道路建設へと舵を切ることとなった。日本の高速道路の開通は、1963年、昭和38年7月の名神高速道路、立東インターチェンジ天ヶ崎インターチェンジ間 71.7km が最初である。 東海道新幹線開業の前年にあたるこの年に自動車が時速1 0 0キロメートルで失踪する道路誕生のニュースは世間を大いに沸かせることとなった。また、このルート上にあたる京都市は政令指定都市の中で最初に高速道路が走った都市となった。1965年昭和40年には名神高速道路の名古屋阪神地区間の全線。 小牧 IC 西宮 IC193.9km が完成し、これまで自動車で5から6時間を要した移動時間が2時間ほどで結ばれることになった。全国高速道路網整備の問題は、田中誠一の運動以来、道路網整備の理念が先行していくとと,ともに、国会議員の政治活動にも巻き込まれていった。1955年、昭和30年6月、 超党派の国会議員430名によって、中央、東北、北海道、中国、九州の自動車道の6本、合計約 5000km を整備するため、国土開発縦貫自動車道建設法案が提出され、自動車道という文言は、建設省が推し進める、戦前の自動車国道計画を意識した道路網の一環としての、 高速道路とは異なる概念として定義したものであり、既存の道路法に基づく、一般道路とは異なり、道路運送法によって建設されるべき道路という、思想が根底にあったため、国会審議と並行して建設省と運輸省の所管争いを伴った。本法案は、赤石山脈を貫通する、中央道建設上の技術的な問題をはらんでいた。 ことと、道路運送法に準拠するという法的な問題を抱えたため、国会での法案成立までご国会を経て、約2年を要し、結局は原案にあった別表記載の路線通過位置を外して、各自動車道の予定路線は別法律の定めによること、及び新たに既存の道路法上の道路の最上位に位置する高速自動車国道という害が付け加えられて、 建設省所管の道路法上の道路として1957年昭和32年4月に成立し決着を見た国土開発縦貫自動車道建設法成立時には建設計画として国土開発縦貫自動車道を含む高速自動車国道法も制定された国会では中央自動車道と 透明高速道路のどちらの建設を優先するか、路線の選択に揺れている間、高速自動車国道建設の要望は全国各地で起こり、各路線ごとに道路建設法の単独立法が次々と成り立ていく状況を受けて、1966年昭和41年に政府規案の国土開発縦貫自動車道建設法一部改正法案とした。 国土開発幹線自動車道建設法が成立し、中央、東北、北陸、中国、九州のいわゆる縦貫歩道を軸に、全国の都道府県を結ぶ32路線 7600km の高速道路網が計画された。しかし、その後の社会的な交通状況の変化により、この計画が不十分だとして、計画の見直しが行われることとなった。 1987年、昭和62年に、修正変更が行われ、第4次全国総合開発計画の閣議決定により、高速道路43路線 11,520km、一般国道の自動車専用道路 2,300km、本州四国連絡道路 180km の、高速交通網からなる、全長 14,1000km の、 高規格幹線道路網が計画された。昭和40年代以降、日本の高速道路建設は本格的に推し進められてゆき、1968年、昭和43年に、東名高速道路の部分開通が始まり、翌1969年、昭和44年には、東名高速道路の東京名古屋地区間、東京 IC 小牧 IC346.8、 キロメートルが全線開通した。また、同じ年に中央自動車道富士吉田線も開通しており、1982年、昭和57年に中央自動車道の全線が開通した。東京、大阪の2大都市間が高速道路で結ばれ、物資輸送の大動脈として活躍することとなり、国土開発幹線自動車道建設法の施行以後は、北海道から九州。 沖縄までの各地で高速道路が毎年200か 250km のペースで次々と開通して行き2014年平成26年時点で北海道の一部を除いて国土開発幹線自動車道網はすべて完成している現在も高速道路建設は各地で進められていてオートバイの二人乗りは危険だとの理由から1965年 昭和40年から日本では禁止された。これは世界的にも大韓民国を除いて日本しかなく珍しいケースであった。そこにアメリカ合衆国連邦政府から市場解放問題苦情処理推進会議にこの問題が提起され、内容は高速道路のオートバイ二人の利禁止は大型自動二輪車を阻害する非完全障壁だとするもであった。 規制緩和の機運が生じたことから、日本自動車工業会に二輪車特別委員会が設けられ、ヨーロッパのドイツとイタリアでの実態調査を行った。結果、事故はごく少なく、そのリスクは一般道の3分の1で、事故発生率も一人乗りより下回っていることが分かった。こうした背景から、二千四年の平成十六年第五十九回国会で、二人乗り禁止を解除する。 法案が提出されて、同年6月9日に、同法案が交付、1年後の2005年に施行された。日本の高速道路、自動車専用道路の道路標識は1963年、昭和38年に制定され、案内標識には緑地に、白地で書かれたものが使われている。所帯は市民性を重視し、 日本道路公団が開発した独自の書体の道路公団標準文字、公団文字、公団ゴシックと呼ばれるものが使用されていた。1963年、昭和38年の名神高速開通に間に合わせる形で実用化に向け標識に使用する書体のパターンが何種類か作られ、視認性などのテストが行われた。公団文字は標識として掲示した際、 時速 100km で100から 150m 手前から6秒以内で認識できるように制作された。そのため、文字は角張っており、画数の多い文字の一部を省略したりバランスをして、視認性を確保したりとしているため、非常に独特な文字である。過去には、文字を省略したがゆえに誤字だと指摘を受けたこともある。ただ、新規の高速道路や IC が開通する際に、 名称に使う文字がない場合には新たに作成する必要がある上、文字の組み合わせによっては文字の上下が揃っていないため、東京や京都等では同じ文字を二度作る手間があった。2010年、平成22年にはレイアウトが変更され、日本語書体は平木のもしくは、新語、英字はディアログ、数字はフルティガーとなり、 文字のサイズが従来より5トル大きくなった和文で5 5トル、英文で3 0トル。新しいレイアウトでは文字サイズが大きくなりォントが変更されたことによって視認性が旧タイプの標識より向上しているまた旧レイアウトでは英字が日本語の半分以下のサイズだったのに対し新レイアウトでは英字のサイズが日本語の半分以上のサイズになっている 首都高速や阪神高速など、都市高速や東京外環自動車道、地方道路公社管理の自動車専用道路の標識には、1990年代以降、粉もしくは信号が主流になっている。高速道路、自動車専用道路へのアクセス標識にも、高速道路のレイアウトを使用している場合がある。普通の道路標識にリブを2から6本つけた構造。 日本に高速道路が整備されたことにより、都市や拠点間の旅行時間が大幅に短縮され、交通が一般道路から高速道路へ転換されたことで従来道路の混雑が解消し、交通事故の減少をもたらしている。また、安定した高速走行により、自動車から排出される二酸化炭素の削減にもつながっている。 こうした直接効果から副次的に生まれた間接効果として都市部では年間を通じて品質の良い生鮮野菜や水産物の安定供給を受けることが実現可能になり産地にとっても高速道路によって大市場へ出荷することができるようになったので地域ブランド力や付加価値アップに貢献している産業経済面では 大都市圏を中心とする好立地条件を背景に物流再編を可能とした経済成長を牽引する交通インフラとして機能している。例えば2018年に発生した大阪府北部地震では鉄道の運転見合わせや高速道路の通行止めが相次ぐ中で舞鶴若狭自動車道だけが通行可能だったため中部地方伊動と中国地方移勢の交通や流通をつなぐ 上調性機能を発揮した。視点を変えて、高速道路を社会インフラ整備の一環として講義に、トライルとケインズの経済理論に基づく有効需要や失業対策として、公共投資による高速道路の整備過程で、生産、雇用、消費などの経済活動が短期的に活発になって拡大する効果、いわゆるフロー効果をもたらす。 経済政策の一つとして位置づけられている。欧米諸国の高速道路は通行量が無料のところが多いが、日本では1956年、昭和31年に制定された道路整備と区別措置法によって有料道路制度が創設されたため原則すべてが有料である。建設開始当初、高速自動車国道は原則として 建設時の借入金が返済されるまで無料開放をしない有料道路との位置づけであった。このため各路線ごとの借入金がそれぞれの路線の収益により返済された後は無料開放される予定であった。だが1972年10月根拠法である道路整備特別措置法施行令が第一次田中閣営内閣によって改正されて 全国料金プール制が導入され、全国の高速道路の収支を合算することとなったため、透明高速道路をはじめとする利用者の多い路線の収益で、他の赤字路線の借入金を返却する状態になった。赤字国債によって建設費をまかなったこともあり、無料化はたびたび先送りされた。2002年、平成14年8月7日に、 道路関係4公団民営化推進委員会は、高速道路の無料開放を断念し、日本道路公団民営化に伴う高速道路の高級有料化を決定した。この結果、高速道路の無料開放の可能性は一旦、消滅した。道路公団民営化の方針で2005年、平成17年の民営化後45年以内に、借入金を返済し、日本高速道路保有。 債務返済機構を解散することが本高速道路保有、債務返済機構法で義務化されている。民営家事の借入金は約40兆円に相当すると言われている。その後平成21年の衆議院議員選挙において高速道路無料化を公約に掲げた民主党が圧勝した。無料化が実現すればアメリカ合衆国のフリーウェイやドイツのアウトバーンなどの 先進国の主要道と同様に基本的に車種を問わずに無料となる予定だったが、鉄道やバス、船舶協会からの反発が根強い上、民主党が連立政権を組んでいた。社民党はガソリン税の暫定税率撤廃と同様に地球暖化対策に逆行する上、余計な財源が必要として再考を求めていた。また民主党内部でも、 約半数の議員がこの政策に懸念を示し、行政刷新会議の中でも事業仕分けリストの中に取り上げられると政策は2点3点し、結果的に民主党は公約を達成せぬまま下やした。なお新直轄方式の高速自動車国道や一部の高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路、一部の地域港、規格道路、 その他の自動車専用道路として無料開放されている路線もある。また、北陸自動車道の新潟西インターチェンジ、新潟黒崎 IC は新潟西インターチェンジに接続する新潟西バイパスが開通したことによって、高速自動車国道では唯一1989年、平成元年に無料開放された。民営化時点における料金の徴収期間は、 高速道路3会社及び本州四国道路連絡橋については2050年8月27日まで首都高と阪神高速については2050年9月30日までとされているが2014年平成26年に老朽化のため修繕財源を確保する必要性からさらに2065年9月30日まで料金徴収をすることが可能となるよう法改正がされた 5「おさむき」。